明けましておめでとうございます。ますます、お互い頑張りましょはい、もうそれだと話が終わってしまうんです。少し話してください。サックスってすごい好きなんですよね。で、なかなか色っぽい楽器ですよね。だと思うのね。で、特に歌ってて、サックスと掛け合いとか、それからまあ聞こえてきたりすると、結構気持ちよく歌えるんですよ。本当。すごい好きですよ。で、沢村さんのサックスって、また特別なんか色っぽいのね。息が多いっていうか、奏法っていうんですいか。や、あれしかできない。あれ、ずっと昔からそうだった？前ね、そう。お手伝いしたこええ。とあるんですね。あの頃より息がの量が多くなってるような気がす本当に？る。それじゃあ、今年の月並みだけど、抱負みたいのが、抱負っていうか、こんなことあるっていうのあったら教えてください。とにかく誠実に頑張ろうと思います。はい。それで、ミチライブっていうバンドがやっと、デビューいたしまして、それで、リーダーの僕としての86年の目標といたしましては、海外に進出するという目標がございます。それは大きい目標ですね。もうそれだけに的を絞ってやろうと思いまそれはもうぜひ頑張って道を切り開いていただきたいと思います。す。お互いに 頑張り頑張りましょう。それじゃあ、沢村さんに入っていただいて、幻惑と夏に恋する女たちを聞いてください。気づいても。
で私の夏が始まる。Get